NHK 日曜討論です。自民党すりより NHK 執行部へつらいの伊藤正幸です。今日は環境原理主義を唱える有馬淳さんを中心に討論を進めます。有馬淳さんは CO2 削減をすべてに優先する2050年カーボンニュートラルを批判する経産省官僚出身です。平田美紀子です。日本の脱カーボン、進んでいない。石炭削減が 1.5% 約束の鍵だが、日本は石炭削減の覚悟がないです。末吉武次郎です。風力と太陽は安い。石炭と原子力は高い。これははっきりしています。日本以外は経済成長は高く、CO2 は減少。日本だけデカップリングできていない。有馬淳です。中国、インド、石炭続けます。石炭のカーボン率下げる技術ある。温暖化オンリーではなく、エネルギー安保、低廉なコストも睨んで考えたい。ふま、けんじです。環境という以上に、石炭はコストが高く、欧米では経済的に石炭を止めている。再エネを進めるということは、技術開発とコスト低減の中で決まった戦略です。安全保障、温暖化対策、雇用の開発、あらゆる面で再エネが進んでいます。それを阻むものは、利害関係者の抵抗です。政府がはっきりとシグナルを出すべきです。有馬淳です。忘れてはいけないのは、再エネが単体では良くても、バランスを取り、火力発電の調節をする統合コストでは安くないです。日本は土地が狭いから太陽パネルが敷けないし、洋上風力に向いた遠浅の海が少ないんです。再エネ、一本足打法は危ない。原子力がいいな。山本大輝です。再エネの30年度の電源構成は 36% ですが、もっともっと伸ばせる。平地がないとか、くちゃくちゃ、ケチつけますが、農業とのコラボなど、作戦はいろいろある。人々の人権を奪う、原子力はダメ。早くなくなるようにしましょう。末吉武次郎です。原発は、建設が長期化、そして建設コストも2兆円と、とても高いです。再エネを進める、ということです。ふま、けんじです。石炭は高い。原発も、すごく高いです。アメリカのエネルギー省が2035年の電源構成を発表しましたが、原発の割合は 2% から 4% です。アメリカは再エネで生きていきます。世界中で再エネです。原発なんていうのはありません。有馬淳です。経産省の人間ですから、原発で生きているんです。再エネか、原発か、という議論じゃないです。フランスもイギリスも中国もアメリカもみんな原発です。で、アメリカでもイギリスでもですね、それからフランスでも、やはりウクライナ危機を契機にですね、原発を見直して、それを温暖化対策の一環として位置づけようというふうになってます。IEA も今後ですね、世界の原発の設備容量を2倍にする必要がある。再エネも増えます。だけど原発も増やすということになっている。だから原発か再エネかというですね、非合理的な問題設定というところから我々いい加減卒業する必要があるというふうに思います。平田さんどう考えますか。はい、福島の原発事故から11年半、もう11年半とはいえまだ11年半で、やはりその被害も痛みも全く消え去っていないと。そういう中で私たちが数字の上で原発を進める進めないという議論を、しかも私たちというよりもこう独断でこう決められていっていくということにはすごく違和感があります。課題はたくさんありますね。再稼働もできるのかということについて、安全性をないがしろにするわけには絶対いきませんし、そうすると本当に間に合うのかという話もあります。また、再稼働したとしてももう廃炉になった原発も多いので、原発が CO2 削減にエネルギー供給に果たせる役割というのは不満さんようにもう限られているわけですね。そこに多大なコストがかかると。
そこを経由してまで脱炭素をする必要があるのかということも問わないばならない。さらに新設でいうと10年20年先に建てられるものに大幅な投資を行うことの非合理性、経済的にも合理性、これは脱炭素の2030年2050年には全く間に合わない話なので、やはり時間軸を整理して今できることは何なのか、今最善なのかと議論すると選択肢にはならないのではないかと思います。有馬さん、簡潔にどうぞ。すみません、私別に手を挙げてないんですけど、発言よろしいですか、今ね。福島事故との関係で言うとね、福島事故によって安全基準